日本徳島県徳島市秋田町秋田町は徳島県徳島市の町名。現行行政地名は秋田町1丁目から秋田町6丁目。2009年12月現在の徳島市の調査による人口は589人、世帯数は342世帯。郵便番号は郵便番号770-0934。東戸田地区に属する。 飲食店が集中するだけでなく、ソープランド等の風俗店も存在し、徳島市の主要歓楽街、徳島の夜の街として知られている。また、旧遊郭が残る街でもある。秋田町の遊郭は、明治初年に阿波藩主、八塚市の徳島町から局長化を移して、遊女化を許可したことに始まったものとされている。元は、 二浦町の一部であったが、昭和16年より、現在の町名となった。江戸時代には、淡路町2、浦淡路町と称されていた。昭和16年の大徳島市地図によれば、秋田町は、道幅が狭く、雑貨店、飲食店、食料品店などの商家が並び、一丁目には、劇場、映画館の新富座があった。昭和20年の徳島大空襲では、 一しい戦災を受けた。現在の5丁目には、明治五年の名刀剣によって富田新地に遊郭が設置された。明治十一年に営業地域が同地と板の軍林、崎村丸山の2カ所に限定され、交渉地となった。昭和三十三年売春防止法が全面施行され、遊郭は廃止された。ありがとうございます。